皆さんこんにちは。今日は小麦粉を使って料理をしてみたいと思います。薄力小麦粉ですね。以前コストパフォーマンスのいい主食は何かっていう動画を作りましたけども、まあご飯、パン、うどん、そうめん、そばなどなどいろんな主食がある中で一番安いのが薄力粉なんですよ。これ業務スーパーで、1kg 99円でしたね。まあそれだけコストパフォーマンスのいい小麦粉を使ってちょっとね料理を作ってみたいと思います。まずはですね、ボウルに、まあ小麦粉、まあ薄力粉をですねババッと入れていくんですけど、まあこのぐらいですかね。でそこに砂糖を加えていきます。砂糖は大自然が育てた天然の甘味料です。砂糖は 1kg でだいたい200円弱ですね。190円とか197円とか。まあ砂糖はとにかくたくさん入れます。もうドバドバとね、山盛りのように砂糖は投入するんですね。なんかこう、砂糖をたくさん投入しちゃうと、なんか糖分過剰というか、その甘すぎないかって思われるかもしれませんけど、砂糖はですね、入れすぎるぐらいでちょうどいいんですね。市販のさ、なんかお菓子とか、菓子パンとか、ああいうのってね、結構砂糖入ってるんですよ。控えめに砂糖入れても、それら菓子パンとかお菓子の味に遠く及ばないので、もう砂糖はもう過剰に摂取するぐらいでもちょうどいいというかね、そのぐらい入れちゃっていいんですよ。それでも市販の菓子パンとかお菓子よりもね甘くならないので、こんなに砂糖たくさん入れちゃってなんかちょっとその不健康なんじゃないかとかね、そんなこと気にする必要は全くないんですよね。まあ調理箸でこう混ぜ合わせていきますと。でさらにですね、そこに牛乳を加えます。酪農牛乳、酪農じゃない牛乳があったら教えてほしいもんですけども、まあ、よくさ料理番組だとその牛乳のこのパッケージ見えないようにしてなんか真っ白ののっぺらぼうな牛乳パックにしてる場合があるじゃないですか。あれ何なんでしょうね。この牛乳のこのメーカーとかその見せちゃうと広告になっちゃうので良くないっていうんですかね。スポンサーが怒るんかな。いや知らんけど、何か問題あるんでしょうかね。これどこのメーカーだ。ハリア乳業株式会社だって。ハリア乳業株式会社の宣伝今しましたけど、何か問題あります？何か問題あるんかな。ちょっと問題があるっていう理屈が私にはよくわからない。理屈がわからなければ。慣習に従わないのはそれが自分のやり方なんでね。まあ牛乳をね ぐちゃっと入れておいて、で、かき混ぜていきます。そしてさらに卵を入れたいと思います。で卵を入れることによってなんていうのかな、ちょっとこう重厚というかなんというか、まあやっぱり牛乳と卵はちょっと入れておきたいところですね。まあボウルあたり卵は1個ぐらいで十分だと思うんで、まあこんな感じですね。まあこんな感じでねっとりとしてきました。で、フライパンを用意しまして、でフライパンに油をまあ薄くですね、まあ油を引くわけですね。油を敷くというか引くというかよくわからないですけど、でそのフライパンに、先ほどのですね、作った生地をこうやってね注ぎ込んでいくわけです。まあなんというか薄めにね、こうこんな感じかな、まあ、こんなぐらいですかね。あもう少しかな。まあこのぐらいな感じで注ぐわけですね。そして
火にかけます。 IH クッキングヒーターですね。まあ火力は6段階中4ぐらいにしておきましょうか。でさらにこのバニラエッセンスというね、液体をちょっとね軽く、まあ、振り、まあ、これは別にねちょっとした風味付けというかまあなくてもいいんですけど、まあ、軽くねバニラエッセンスを、振りかけておきましょうか。である程度表面が固くなってきたら、お箸で裏返します。よい、まあ裏返しまして、おっと湯気が上がりましたね。まあこんな感じでね、裏返すわけですね。まあだいたい全体に火が通って、まあこのぐらいですかね。まあ、このぐらいで火を止めましょうと。で、これを皿に乗せて完成ということでございます。よいしょ、ね、美味しそうですね。よいしょと、よいしょ、よいしょ、はい、これで完成です。それではいただきます。まあ、こんな感じで、うん、うん、まあほんのり甘くて、まあちょっと硬い菓子パンみたいなそんな感じですかね。うん、まあ飽きない味だと思いますよ。まあ視聴者の皆さんは、まあ結局こいつは何者なのかと、これ結局何なのってね、この料理に名前つけたくなると思うんですよ。何なんだとこれはねえ。でもさ、別に名前なくてもいいと思うんですよね。だってさ、名前をつけるってことは、カレーライスとかハンバーグとか目玉焼きとかさ、その名前がついてる料理っていうのは、その人生の先輩たちが、先人たちが作って、あ、これは美味しい料理だ、これは、これは、これはってさ、その、確立した料理じゃないですか。でもさ、人生の先輩たちの味覚と自分の味覚が一致してる保証はないですよね。自分以外の全ての人が美味しいと感じても、自分がまずいと思えばそれはまずいんですよ。ね。だから、その人生の先輩たちの企画に合わせて料理作る必要ないわけですよ。 だからそう、その小麦粉と砂糖と牛乳と卵で作るこの料理ってさ、別に料理本とか調べればこれに近い料理っていうのはもうすでにあるのかもしれないけど、別にどっかから学んだわけではなくて、自分で適当に、まあこんな風にやっとけば適当になんか食べられるもんできるんじゃないみたいな感じで、まあ作ってるんですよ。名前つける必要ないんですよね。なんとなく食べられるもの、まあ、それでいいんですよね。これは料理レシピ本に載っているなんとかという料理なのであるとかね、まあそうやってそのカテゴライズした時点で、なんかその先人たちのなんていうの、マニュアルにこう沿った料理をしてるっていうかさ、なんかそっちにこう型にはめてるというかさそんな感じがするんで、名前なんかいらないんですよ。自分の味覚に忠実になればいいんですよ。だから自分が作った全ての料理がすべからく名前がついてないのが理想ですよね。まあカレー美味しいな、ハンバーグ美味しいな、目玉焼き美味しいな、チャンハン美味しいなとかあるかもしれないけど、でもそれってさ、ご先祖様とかその昔の人が作り上げた料理の形っていうのに自分を合わせてるだけじゃないですか。自分が主人公ではないですよね。いや、もしも自分がレストランの料理人で
その大衆受けする料理を作らなきゃいけないんだとしたら、まあ、それだったらさ、名前がちゃんとついてる料理を作った方がいいかもしれませんけど、これあくまでも自分で作って自分で食べるわけですから、別にその大衆に迎合した料理作る必要なんか何にもないわけですよ。だからその名前がついた料理を作ってるっていう時点で、すでにそれはもう不自由ってことなんですよね。今までの人が築き上げてきた料理の慣習だとか伝統のようなものに自分がこうすり寄ってるわけですよ。いや、自分はさ、自分のこう道でいいじゃないですかと。そんなマニュアルとかね、まあ、ちなみに今回は砂糖を入れて甘くしましたけども、これ塩を入れてもいいわけですよ。塩を入れてしょっぱい食べ物にしてもいいんですよね。まあでも基本的に私は甘いものが好きなので、まあ甘いものってさ、甘いものって大体美味しいですよね。そのお菓子だって美味しいですし、まあ砂糖を使って作る料理ってさ、大体美味しい。っていうか砂糖そのものが美味しいですからね。角砂糖とかってさ、舐めてるともう癖になりますよね。やめられない、止まらない角砂糖みたいな感じで。いや、ある時ね、思ったんですよ。飴とかチョコとかいろんなお菓子が売られてるじゃないですか。でまあお菓子美味しいんだけども、でもさ、それらに共通するのって甘いってことなんですよ。甘いから美味しいわけですよ。まあいろいろとね、これは抹茶味のチョコレートですよとかね、これはきなこ棒って言ってきのこがまぶされてるねとか、まあいろいろこう工夫されてるけど、でも共通してるのはやっぱり砂糖なんですよ。だから美味しさの根源は甘さなんじゃないかと、砂糖なんじゃないかと思って、だったら砂糖を直接食べるのが一番理想的なお菓子なんじゃないかとね、思いまして、まあスーパーで角砂糖を買って角砂糖をこう口にするっていうことをですね、やったことがあるんですけども、それは実は正解なんですね。砂糖は美味しいんですよ。だけどね、美味しすぎて止まんなくなっちゃうんですよ。そのね、やっぱり砂糖って中毒性あるので、その角砂糖を口に入れるじゃないですか。あ、美味しいなってね、また食べたくなっちゃって止まんないんですよ。だからね、ブレーキ効かないので、いや、これはどうなんだろうなってね、やっぱりちょっとその砂糖をオブラートに包んでちょっとごまかした方がやっぱりお菓子としてはまあ妥当な線になるのかなと思ったことがありますね。まあいずれにしても砂糖ってのは美味しいものなんですよ、うん。まあですから、カレーだって甘口、中辛、辛口ってありますけど、絶対甘口ですね。もう中辛とかね、辛口とかね、まあ辛いの嫌いなんでね、まあ辛いとか苦いとか渋いとか、もうダメですよ、うん。だからお寿司だって当然サビ抜きですよ。てかさ、サビ付きでさ、お寿司食べる人ってさ、わさびでピリピリしないのかなって不思議なんですよね。いや、だってさ、赤ちゃんにわさび食わせたら、ウェーってなるでしょ？だけどさ、なぜか大人になるとわさびを平気でパクパク食べてるじゃないですか。そのさ、いつわさびが平気になるのってね。多分その小学生ぐらいの時に大抵の子はなんか背伸びをして、そのわさび食べてみようってね、お父さんお母さんに真似してわさび食べてみよう、わさびに挑戦だ、カレーの辛口に挑戦だって言ってさ、大人の味覚になれようとするわけじゃないですか。でそれで大人の味覚を身につけていくんでしょうけど、大人の味覚を身につける必要あるんかってね、私はそうやってこう背伸びをしてこなかったんですよね。ですから未だにお子ちゃま舌なんですよ。ですから甘口大好きで、砂糖大好き、甘いもの大好き、辛いもの大嫌いっていう感じなんですよね。まあですから沖縄料理のゴーヤとかも、あんまり、そこまで嫌いではないけど、わざわざゴーヤ食べる必要ないかな。キュウリとかでよくねって思うんですよね。わざわざ苦いものをさ、食べる必要ないじゃないかと思うんですよ。まあ別に辛いものが好きな人を批判してるつもりないですよ。お前の味覚は間違ってるんだよ、お前の味覚は
人間としておかしいんだよとかね、まあ、そんなことを言うつもりは全くございませんよ、うん、ただ自分の味覚に合わない辛いものや苦いものをわざわざ口にしてその味に慣れようとする必要あるんだろうかってね、自分の本来の自然な味覚に忠実に料理を作って食べていいんじゃないって思うんですよ。だからこれからも私は甘いものをたくさん食べていきたいなと思ってます。甘いものを食べて甘っちょろい人生、嫌なことから逃げていく、したくないことはしないっていうね、そういうもうね、もう徹底的にこう自己中心的なね、人生を送りたいなと思っておりますのでありがとうございました。